吉田拓郎ラジオでないと。吉田拓郎です。映画の話をしますとですね、アメリカのジョン・スタインベックというね、有名な作家の作品を映画化した、皆さん映画好きならもう皆さんご存知ですが、名画怒りのブドウというね、名作が、古い映画です。白黒、モノクロですけどもね、怒りのブドウという名作がありますが、この若い頃のヘンリー・フォンダが、名演してるんですけどもね、監督は、これもあの有名なジョン・フォードさんが、監督してまして、1940年アメリカで上映されて、日本では1963年に公開されたというんで、ちょっと時間が経ってからだったんだなというのを知りましたが、この映画をですね、まあ僕このまあ名画っていうかいい映画は何度も見たくなるんで、何度も繰り返したりするんですが、この映画のラストシーンでですね、このところ僕がこのラジオでねよく話しているね、つまりその男たちっていうのはいかに情けない人種かね、それで女性っていうのはいかにあの人生を柔軟に生きれる生き物なのか、つまりここのところだな。で、よく考えたいのは、僕たちはちっちゃい頃から、まあ、特に僕の年代になると、父母を見て育ってるんですよね。あるいは近所のお父さんお母さんを見て育って。それから学校で、先生たちの教えを乞いながら、教えを受けながら、授業を受けたりして、そこで、男と女についていろいろ、まあ、自然にこの視界に入ってくるものから学ぶんですが、やっぱり時代がですね、僕の時代とかになると、どちらかというと、やっぱり男性優位な考え方とかですね、男上位な考え方を、やっぱ自然にね、身につけてしまうところがあったと思うんですよ。で、この間、ニュース見てましたら、日本っていう国は、その世界中のね、世界中の国を全部合わせた、その、アンケートでですね、いわゆる格差、男性と女性の格差みたいなのが、悪い方から数えた方が早いぐらい、下の方にいる。100何位だっていうことを言ってまして、そんなに日本という国は男性と女性の格差がある国なんだ。こんななんか先進国ぶっちゃってさ、それでなんか、いろんなこと偉そうに言ってっけどさ、結局この国ってすごく遅れてるっていうことがいっぱいあるんだっていうことをね、初めてこのアンケートで、100何位ってのはちょっとがっかりしたな、自分でも。で、自分の反省も込めてね、僕もね、時々そういう気持ちになることがある男なので、僕もやっぱり時代的には古いですからね。だから、いいな、これ、こういうの改めなきゃいかんなって、まあ、常々このラジオの番組でもね、言ってるじゃないですか。だから男たちってのはなんでこうなんだっていうのをこれから話すとね、この映画、怒りのブドウのラストシーンなんだけどね、一組の年老いた夫婦の会話ですよ。この会話がね、車の中で胸を打つんですね。まあ、苦労に苦労を重ねてですね、放浪の旅を続けた、家族、この老夫婦がですね、車の中で語り合うワンシーンがあるんです。で夫がですね、お前はいつも前向きだけど、俺はもう疲れたよ。この頃はいつも昔のこととか、ふるさとのこととか、そういうことばっかり考えちまうんだな、っていうふうに男性が言うんです。すると、老いた妻はですね、女はね、男よりも変わり身が早いのよ、あんた。男っていうのは本当に不器用で、いつもいちいち立ち止まっているような気がする。男って不器用でいつもいちいち立ち止まる。で、人間の生き死にがあったとき、ね、仕事のあるなしがあったとき、そういうときにすぐ男っていうのは立ち止まってしまう。ところがね、あんた、女ってのは流れる川なんだよ。ね、女ってのは流れる川なんだ。だから、途中流れる川には渦もあるし、滝もあったりするの。でもね、何があっても止まらずに流れる。それが女の生き方なのよ。こんな昔の映画ですよ。見事なセリフじゃないですか。しかも、将来の今考え言われても、がっくりくるような
名言じゃないですか、この奥様の言い分。女っていうのは流れる川なんだ。だから途中に渦があったり滝があったりするんだ。でも何があっても止まらずに流れていく。それが女の生き方なのよ。それに比べると男っていうのはすぐ立ち止まる。不器用でいつもいちいち立ち止まる。そしてその人間の生き死にがあったとかいう時に立ち止まる。ね、お父さんが死んだ、お母さんが死んだ、兄弟に何かあったら立ち止まってしまう。仕事があるないで、仕事にあぶれた、今仕事が、できた。なんかいちいち立ち止まる。断るごとに男は立ち止まる。女は流れていく。ここなんだなぁ。改めてね、この映画のこのラストシーンでの男の頑固、不器用さ。女の柔軟な生き方っていうのが描かれて、この時代にすでに描かれていたんだなと思って、改めて考えましたけどね。それやっぱりね、皆さん、ラジオ聞いてる皆さん、胸に手を当ててね、男は考えなきゃいかんよ。これからのね、まだまだね、もういずれまたね、この番組が全部終了するまでに、一回説教こいてやろうと思ってることがあるんだけどね。あのね、まだまだ人生は続くんだよ。ね。で、夫婦で、生きてるとするとさ、夫と妻、妻と夫しかないとすると話し相手が、そこをとても重要な時間なんだ。で、しかも、人生はまだまだ続くんだと思うと、ここのね、心構えをちゃんとしなきゃダメだよ。男性が特に、女性は柔軟なんだよ。ね。だからいつもこれまでと同じような生き方で頑固一徹で何言ってやんでバカとかって言ってるような生き方で本当にいいのか、人生が楽しく生きられるのかっていうことを考えなきゃいけない。オープニングから吉田拓郎がすげえ話になってます。さあメールを読もうかな。船橋市の25歳もこ、はじめまして。吉田拓郎さん、ラジオやってるんだっていうにワクワクしました。それなのにもう3月いっぱいで おしまいだなんて、私の無知さ加減を呪ってしまいました。吉田拓郎さんを知ったのはラジオを通してで、同世代の人とはもちろん話が合いませんが、あ、まあ難しいじゃん。私のあまりいろんなことを共有したくない、ひっそりとした楽しみの憧れの人です。ね、吉田拓郎っていうのを25歳同士で共有したくない。ね。共有されたいなと、おじさんは、おじいちゃん、俺は思うけどな。共有したくない。ひっそりとした楽しみなんだと、このラジオ聞くのは。それで、25歳の私、コンサート行く、東京フォーラム行きますが、25歳でもついていけますか？コンサートはね、何歳だろうとね、150歳だろうとね、コンサートはついていける。ただし、コンサートに関して、ちょっと、横道にそれるとね、あのね、ちょっと僕が思ったことがあってね、そうだな、今の吉田拓郎を聞きたいというね、人々にとってですね、今の吉田拓郎、今のっていうのは今作った曲っていうことじゃない、今の僕が歌おうとしてる歌とか、今の吉田拓郎のボーカルとか、今吉田拓郎が演奏するバンドとのコラボとか、今の吉田拓郎を聞きたいという人にとってこのライブは必ず、満足のいくステージになることは間違いないと僕はもう確信を持ってます。もう選曲リストもセットリストも 95% 完成して、もう今度はセットリストを持ってリハーサルに臨むからね、この曲順で練習だっていうふうにバンドにも、昨日バンド全員にメール入れてね、全員から一気に返事が来た。みんなが、バンド全員が心待ちにしてるとリハーサルを、嬉しいじゃないか、みんなも早くやる気があってコーラスのやつら振り付け楽しみにしてるっていうダパンプ任しとけっていうやつもいたしね、そんなのしないけどね、だけどバンドのやつらからみんな一斉にメール来たらね、嬉しかったですけどね。そのね、今僕たちのステージを楽しみたい、聞きたいという人にとってはもう絶対に僕は満足させる自信があります。そこで問題はですね、例えば70年代ね、あの頃の例えば弾き語りをやったりする吉田拓郎が好きだったという人、こういう人って結構たくさんいらっしゃると
思うんですよ。こういう、まあ、僕から言わせると、過去形の方々にとっては、もしかしたらつまらんステージかもしれない。むしろ正直に言ってきますが。そういうのはないし、やりません。やりたくもないし、やる気も起きません。そういうことがしたいんでない。そういうことがやりたくてコンサートツアーを企画してない、僕は。それからこんなことがありましたですね。テレビで、キンキキッズの二人と番組を持ちましたですね。あの番組を始めた時に、ブーイングを上げた方々がいらっしゃったの、僕は知ってるんです。当時、あの頃でもね、いろんな何て言うんだろうな、メールとかね、ハガキとかそういうのがね、番組宛てに来てたんだよ。当時、プロデューサーのね、K 君っていうのが毎週俺にね、いろいろこういうの来てますよって見せてくれたんだけどね、中には吉田拓郎にブーイングを出してる吉田拓郎ファンと書いてありましたが、こういうことなんでやるんだっていう。それもすげえな、こいつらと僕は思いましたけども、まあ、ほっとけっていうことでしたから、そういうなんかその時にブーイングを上げたような人たち、そういう人はもうね、僕はね、去っていったと思ってるんですよ。ね、正直言って僕はそういう人は僕から去ったなと思ってるんですが、まあ、何度かね、吉田拓郎さんもそういう分岐点に出くわしてるんですけどもね、それはそれでまあね、まあいいじゃねえかと、そんなことがあったんで、ね、去っていくものはされと。何でもね、僕は昔からズルズルとナーナーの関係でいるっていうのは嫌いなんで、だからまあ、フォーライフもやめたりね、皆さんとのご縁も絶ったりしてるわけですが、まあ、来るもの去るもの、来るも去るも自由じゃないかっていうことですから。まあ、2012年、2014年、2016年と、コンサートをやってきた流れでですね、今回は、そういう意味での完結編として、さらに言えば、完結編でありながら、挑戦編、そして冒険編の要素も含まれていると思います。アレンジなんかはまあ、本当に、今回、竹部と鳥山にまた一段と力が入っているのを伝わってきてまして、挑戦編、冒険編の要素も、かなり含まれていると思いますんで、まだまだ少しでも一歩でも前に進むんだぞという気持ちでバンドとリハーサルが近づいておりますが、そういうライブにしたいと思ってるんで、がっくり来そうな人は早めにチケットを、転売はダメだよ、転売はダメ、早めにチケットを誰かに譲ってあげなさい。そういう古い、昔の あれが一番、拓郎が一番いいんだよって言ってる人は来てもしょうがないかもしれない。っていうことは、あらかじめ言っといてあげます。親切なコンサートで、親切っていうか、余計なことかもしれないけど、まあそんな人はもうラジオ聞いてないかもしれないからな。いいんだけどね。それから、赤い水。いつもステージで飲んでいる赤い水は一体何ですか？マサから来てますが、あれあれだ、今俺も、ね、自分でよく何を飲んでるかが気を覚えてなくて、ただ置いてあるからね、喉を潤すみで飲んでんだけど、まあ、話に聞いたら、スタッフに聞いたら、スポーツドリンクらしいよ。スポーツドリンクを飲んでるらしいんだけど、夢中だからね、ステージにいるときにね、何飲んでるかわかんない。そこに何か置いてあると飲んじゃうんだ。だからそこにもしお抹茶があったら、こう抹茶はないだろ、まさか。何でも飲んじゃってるんだけどね。それから、これは、大梅市の正美は、3年前に自転車が転倒して大腿骨を骨折し、リハビリの先生から、良くなったらあなた何がしたいですかと聞かれ、吉田拓郎のコンサートに行きたいと答えて先生が唖然としてしまいましたが、2016年拓郎コンサートに行けて、始まる前から号泣してしまいました。当たり前にできるっていうことがありがたいと思いました。その通りです。あれ、当たり前ほど幸せでありがたいことはありません。健康、ね。健康と愛情だな。大事、当たり前のことなんだけど。大事だね。そして、妙な、男の意固地、頑固はよせ。ね。それから、これは、名古屋に行きますという、としこ。東京、横浜と落選してしまいましたが、愕然として、もうファンクラブ脱会だなと。ファンクラブなんかないんだろ？あれよね、ファンクラブじゃん。俺ファンクラブないもんね。脱会しようかなと考えているところに三つ目のメールが来て、名古屋が当選しましたと。東京、横浜と落選して愕然としてるところへ、名古屋は当選しましたよって来た。嬉しくなって飛び上がりました。
その足でチケット代、コンビニ直行、あとは飛行機とホテルの予約です。今から楽しみにしてますって言うんですが、この人は鹿児島から行くんだよ。ありがてえなあ、鹿児島から、この人は鹿児島から東京、横浜の挑戦しようと思って、落選して、名古屋が当選したっていう、鹿児島から来る。いやー、もうね、その頑張りにはね、頭が下がるね。もう一生懸命歌うからね、いいステージ期待しててほしいと思いますけどもね。それから、ペンネームゼブラ。前々回、落葉が嫌いだという人たちがいましたが、私は特に89年の落葉が大好きで、1989年12月の宇都宮のコンサートの MC で、今日来るときに、佐野、CS、サービスエリアのことかな、インターネットで、飯を食ってきたというふうにステージで教えても、あれ？俺1989年に宇都宮行ってるんだ。行ってることを忘れちゃってるかと。あ、そうなんだ。MC で今日来るときに、ああ、そうか、今回もね、いろんなとこ、こう、車で行くとこがほとんどだからね、やっぱ電車もあるけど、だから、途中で、その、サービスエリアとかそういうところによって、やっぱりお茶飲んだり冷たい、得意、僕好きだからね、アイスクリームが。アイスクリーム飲んだり、いろいろ、飲んだ、アイスクリーム飲んじゃいかんよ。食べたりね。そういうことするから、あちこちのサービスエリアに寄ることになるよな。あれ結構ね、楽しいね。高速道路でサービスエリア寄って、それで、トイレ行って、それでなんか、ちょっとなんか飲もうよとかね。で、サキイカ食べようとか。さっきかせこい。もっといいもの。ね。それから、タクちゃんにクレームというのは、ラジオネームエミ。タクちゃん、50代に向かってビキニはやめろってのはどういうことですか？人生100年時代なんだから。ね、人生100年時代なんだから、私たち50代はまだまだ青春なのよ。時代遅れのことはあなた言わないでよって。エミちゃんがね、50代にビキニを当然着ていくわよってことだな。どこなんだろうね、君が来るのは。怖いなぁ。俺は正直言って、怖いなぁ。俺ステージ出てた瞬間に一番前の人がビキニだったらどうしよう。それ若い女の子だったらいいけど、50代くらいの人で、ビキニ着てたら、2、3人のおばさんがビキニ着て、手振ってたらどうしよう。目に入るしない、一番前の方は。困ったなぁ。そこちょっとコンサート中心にできないかな。どこに来るかがわかんないな。入り口で、ビキニ現金っていう縦紙を立てるってこと。それから、藤沢の玲子。若い頃はライブにはおしゃれをしていったけど、拓郎さんが見てくれるわけじゃないのに、今度は最後かもしれないというんで、札幌からの友達もみんな集まってみんなでおしゃれして行こう、横浜に行こうと思ってます。いいじゃないですか。これはね、大切なポイントですよ。ね、おしゃれっていうのはね、このコンサートに限らずなんだけども、おしゃれっていうようなことでもなくてもね、まあ、どっかへ出かけるとかさ、ショッピングにちょっと行こうとかさ、そういう時にはさ、ちょっとやっぱ普段とは違い、普段はあんま着ない、なんかそういう感じで、装いとしてね、ちょっとなんか出かける時に、そういう着替えたりして、ちょっと、まあおしゃれするっていうか、するっていうのはさ、男、もう男性もだよ。普段着なんかでコンサート来るのダメだよ。もうちゃんとね、スーツを着てこいとは言わないけど、なんとなくやっぱコンサートに行くんだって意気込みだよ、意気込み。ね。そういうの大事だよ。どっかへ出かけるっていう時はね、やっぱり男も女もね、なんかおしゃれするっていうのは大事なことです。その方がね、気分がすがすがしくてね、それで一日がね、楽しくなるんだよ。僕もこの間ね、ちょっと、うちのやつとね、銀座に久しぶりに行ってね、もう大変な買い物させられてしまったけどね。泣きそうだよ。ひえーっていう感じだったけどね。まあ、銀座行かないんだけど、まあ、そういう時にさ、やっぱりね、なんとなくこう、これ着ていこうかな、あれ着ていこうかなって楽しいよね、一日がね。この間、本当に、銀座に行って、ひえーってなってしまった吉田拓郎のラジオでないと。皆さんが僕の嫌いな曲っていうのを選んでいる間に、僕は僕の方で、
僕はこれが好きなんだっていう曲を選んで最近お送りしてるんですが、今日のね、曲目っていうかね、これはね、話をすれば長くなります。この日本放送の、元ディレクターでですね、今も日本放送の社員だと思うんですが、まあ、オールナイトニッポンゴールドっていうのをやってる時にね、ディレクターをやっててくれた、T 君ですね、彼がですね、同じこの日本放送局のですね、女性の方と社員と、結婚されたんです。結婚式を挙げられたんです、ね、この結婚式に僕も参列しましてですね、呼んでいただいて、大変な体験をしたんですけども結婚式で大変な体験とも変ですが、結婚式にまずですね、この式で、主賓の挨拶ね、やっぱりこの日本放送のディレクターなわけですから、それを総括した主賓の方ね、偉い方が M さん仮に します、はい、まあ、ちょっと名前を本当は言いたいんだけど言いたいんだけど、まあ、M さんにしときますが、まあこの日本放送の人たちはこの放送を聞いたら、ああれだっていうのが分かりますが、 M さんが、主賓として招かれて、番組編成のボスだったんですが、その人がいきなり、主賓の挨拶というのね、結婚式では必ず主賓の挨拶から始まるじゃないですか。その主賓の挨拶を指名されたんですね。そして、M さんがですね、何を主賓の挨拶として話し始めたかというと、日本放送の中で、会社の中で、離婚歴のある離婚歴のある社員についてのエピソードなどをですね、朗々と話し始めたんです。ここはあれですよ、皆さん忘れないように、ここ結婚式の場ですよその新婚の新郎新婦がそこで座ってるところで、まず最初の人が話す主賓の挨拶でいきなり、離婚歴のある人の話とかエピソードを話し始めた。でですね、会場が大いに賓縮会ですね、会場の賓縮を買って、そりゃそうですけどもね。そしてその場はもうなんとなくシーンと静まり返ってですね、そして、花嫁側の親族からはブーイングも出てバカ野郎みたいなブーイングも出てそういう、主賓の挨拶を M さんが垂れた、もたもうたんですよ、そしてその次にですね、乾杯の温度をじゃあお願いしますって。で、僕が吉田拓郎さんが乾杯の温度、僕ね乾杯の温度多いんですよ人生で、はい、で乾杯の温度をやってくれって言われて、なんで俺めでたい男だと思われてんのかな。そこで、僕がですね、会場の雰囲気がやっぱこうちょっとしんみりしちゃって落ち込んでるなと思ってね、だから盛り上げなきゃいかんと思ってですね、その日の出かけにね、スーツ着て、ネクタイいろいろこう、これがいいこれがいいって言って、うちの神さんとね、どれでもない、それおかしい場合、これどうのこうって、うちの人ネクタイ結べないのにね、あれこれ言って、で言ってるうちにね、何がなんだか分かんなくなって、もういいよこれでいいよって言って、慌てて出かけたという、そういうネクタイ話、それで家で大騒ぎになったというエピソードを話して、場内を笑わせたんです。そして、会場の雰囲気も、笑顔はやっと戻ってきて、この離婚も、離婚歴のある話からやっと立ち直れてですね、それで、まあ M さんの顔にもややアルコールも入ってきて、 赤い雰囲気な顔が赤らんできて、俺その時坂崎と二人でやべえなーなんて思ってたんだけど、そのやっと笑顔が戻ってきてですね、そして全員で乾杯しましょうって言った時に、バックグラウンドミュージックでですね、 BGM で流れたんです、曲が。それがですね、全部抱きしめて、ね、全部抱きしめてのトロピカルバージョン、これ2つバージョンがあるんですが、KinKiKids の入れるって3つバージョンです。僕が歌ってるトロピカルバージョンっていうのがあるんですが、この選曲をですね、この新妻の、ね、女の、女性の方が、新妻がこのトロピカルバージョンの全部抱きしめてお願いしたいっておっしゃったそうです。ちなみにこの時に新郎の方はですね、流星がいいんじゃないかって言ったらしいんですが、流星を流して、この乾杯の温度の時に流星を流すとですね、あまりにしんみりしてしまうじゃないかっていうんで、却下されて、ここはトロピカルバージョンの全部抱きしめてんだと。これでやっと M さんが喋った MC M さんの主賓の挨拶からで、すっかりこけてしまった会場も穏やかに
なめゆきになった、和んできたという。それでこのね、全部抱きしめてのトロピカルバージョンですが、まあ全部抱きしめては僕はミュージシャンのさ、あのね、紹介するときにステージで必ずやってたりして、いつも演奏してたんですが、このトロピカルバージョンっていうのをね、あんまりちゃんと聞いてなかったんだな。それで、この耳にするの初めてな感じがするぐらいね、新鮮だったんですが、その時に僕がね、今でも覚えてるんだけどね、あれ？なんだろうこの曲。まず、自分の曲だってことに気がつかないの。ええ、僕、乾杯の温度でやった男なんですけどね。なんだろうこの曲。あれ？このイントロなんか聞き覚えはあるんだけど、なんだっけな？いい曲だな、これ。なんだろう？打ち返ったら調べようなんて、自分の曲だの知らないでね、いい曲だな、なんて思って、そしたら歌が始まって、ああ、俺だっていうね。ああ、なんだ、俺の歌だっていうね。あらら？俺だったよ。あ、そうか。こういうアレンジだったんだな、と我ながら感動したのを覚えてるんですけどね。今やこの結婚式、披露宴を挙げた、ね、その時ちょっとブーイングもあったという富山君、うん、あ、富山名前言っちゃった、T 君も、二児の父になりですね、そして、この歌った近畿キッズも40歳あの悪魔のような披露宴から年月が流れ時代は変わり時は流れていくのであります。全部抱きしめてトロピカルバージョン。さあ、皆さんが、大嫌いだという吉田拓郎のこの一曲、ね、このコーナーも定着してしまいました。もう、いつの間にか、人気のコーナーになっちゃってしまって、一番メール多くないかな、ここがやっぱり。今週も。しかし、まあ、こんだけ嫌われると、本当にこっちもなんか嬉しくなってくるね。なんかよく意味がわかんないけどさ、なんだかな。一通目はね、ラジオネームマイコ。29歳の女の子はね、めでたく29になりましたよ、拓郎さんっていう。嫌いな曲をいろいろ考えましたが、それは、私は無意識に避けている曲があります。それは、青春の歌です。あー、それが青春という、あの青春の歌が。だってその、共感できるところが少なかったからです。私の青春時代と違いすぎますし、ジュリーも証券も金ちゃんも私の青春ではないですから。当たり前だよ、お前、そりゃ。だから、これはさ、まあ、僕から言わせてもらうと、君らは、この年代は、そういう僕の昔のアルバムなんかを引っ張り出したりとか、そういうのを、例えば買ったりとか、から聞いたりとか、しちゃダメだよ。もうしなくていいんだよ。もうそういう、こんな古い、29歳で青春の歌が好きも嫌いも減ったくらい。当たり前だ。合うわけないよ。ねえ。こう、その時代の歌だからさ、70年代だよ。ダメだよ。こう、君たちはね、まあ、言ってみれば僕は正直に言うとね、少なくとも、僕がフォーライフレコードをやめた後、もう俺が決めちゃうんだ、こうやって。ね。フォーライフやめた後のアルバムから買いなさい。そこから聞きなさい。この前のこんなの聞いても何の役にも立たない、何もならない。まあ歌が役に立つかどうかっていうことも問題だけど、そうじゃなくて、楽しくもなんともないよ。やめちゃえ、やめちゃえ。もうね、やっぱね、最近の聞きな。ね。今の吉田拓郎ってさっきも言ったけど、今の吉田拓郎さんは聞きなさい。で、コンサート来るとね、青春の歌とか歌わないからさすがに。歌ったらもう。そら、これで青春の歌を歌ったら、うわーっていう人は、このコンサートに来なくていいからね。これさっき言ったように、ダメだよ、そういうの期待しちゃね。それから、これは、嫌いな歌のコーナーは、なんていうの、この、小西、大阪の、ね、いつも楽しく会長しております。実は嫌いな歌なかなか思えたらないんですが、まあ、気になるアルバムというのがあって、そのタイトルはプライベートです。ね、このアルバムにはルームライトとか、いつか街で会ったなら、などなど、拓郎さんのセルフカバー曲が中心となったアルバムですが、ね、どうも全曲、鼻声に聞こえるんです。ひょっとして風邪をひいていた最中でのレコーディングだったんないんでしょうかっていう、勘ぐってしまいますがって。君は58歳にしては、吉田拓郎何にも分かってないね。ねえ、風邪ひいてたよ。そう言ってるもん、ずっと。俺、この時レコーディングである何曲かは風邪気味だったんだけど、なんかこのレコーディングはとにかく
会社が危ないっていう時に必死で、それも深夜11時半か12時頃からスタジオを借りて、その時間帯になるとスタジオ使用料が安いわけだよ。だからそこで安いスタジオ使用料でやるには夜中しかないって言うんで、夜中から銀座の今でも覚えてるよ、音響スタジオっていうところで、毎日、もう、そうだな、プロのミュージシャンって言うと、まあ、青山とエルトンぐらいかな、あとは、アマチュアとか、その、安いミュージシャンを使ってですね、やっつけでやってた。その時もう夜中毎日やってんで、ちょっと体調崩して風邪ひいた日があって、それでもボーカルレコーディング入れるのはね、もうここでやんなきゃいけないっていうもう期限もあったんで、そこでもうさ、風邪をひいたまま、鼻声のまま歌っちゃって、もとはこのアルバムがまためちゃくちゃ売れちゃったんだよ。これはどうなってんだっていうぐらい売れちゃったな。あれな。しかし、風邪ひいてでレコーディングした男ってのは、世界に俺一人かな。鼻声で歌ってるんだよ、だから。ね。だから認めてるんだよ。鼻声じゃないですか、じゃない。鼻声なんだよ。それから、59歳、大阪の秋。お前たち、わかっとらんというふうに逆切れ説教コーナーとして定着しつつある、この画期的なコーナーですが、意外に出てこないなって一曲がありました。それは47年前、君はいくつ ?59 歳か。47年前、私が小学校6年生の時に月300円の小遣いをコツコツ貯めて初めて自分で買った LP レコード、タクローオンステージ友達。だからそういうレコードを引っ張り出すなっちゅうの。そういうの捨てちゃえって、このエレックとかなんとかあそこら辺のものは、もういらないでしょ、人生にね。捨てちゃいなって、そういう人たちの、なんていうの、ためにコンサートはないんだよ。もう言っちゃうよ、俺は。ね、コンサートそういうのないんだ。だけど、その中に入ってる、何もないのですっていうのがね。山の向こうに、何がある行ってみようか。この歌が嫌いだって言ったってさ、俺にもどうしようもねえよ。歌っただけじゃん、これ。だから、またこれだからって俺が説明するのがおかしいんだけど、あの山の向こうに何があるかって、これは若者の好奇心で歌ってるわけだよ。な?もう今作ってるような気もしないでもないんだけど、若者の好奇心を歌った名曲だよ。ね。名曲。あの山の向こうには、こっからでは見えないものがある。ね。あの山の向こうには何がある。こっからじゃ見えないんだよ。ね。だから、ここにいて、憶測ばっかりして、ぐず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 言ってるような、まあ、言ってみれば今のネット社会のような、話がすごいな、俺の話は。今のネット社会よね。会ってもいないのに吉田拓郎のことを知ったかぶって喋ってる奴がネットにいるじゃん。そういうこと。それで、ここでぐず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 オタッキーなことをやってる。そういう奴らが多いじゃん。そういうことを言ってないで、あの山の向こうに行ってみよう。ね。あの山の向こうに何がある?何があるか行ってみなきゃわかんない。自分の足で、この足を使ってあの山の向こうに行って確かめようじゃないか。ね。純粋な若者の心、好奇心。これが大切なんだよ。だからこれは若者じゃなくても年を取った今でも俺たちは何かこう、憶測とか空想とかだけで物事をこう語るんじゃなくて、そこに行ってみようじゃないかっていう、見事なメッセージを込めたいい曲で。よくこんなデタラメなことがとっさに思いつくなって今自分でも感心したけどね。それから、私が嫌いになった頃の歌、このコーナー面白いな。俺で自分ですっげえ面白くなった。ラジオネーム、木が三つ森という人からは、私の嫌いな曲は、線香花火です。線香花火っていい曲じゃないの?線香花火が欲しいんです。海へ行こう
ます。誰か線香花火をください。一人ぼっちの私に。風が吹いていました。一人で歩いていました。死に忘れたトンボが一匹。石ころもういいか。コンサートみたいだから。もういいよね。これいい曲じゃない。これは僕が作った詩じゃないよ。曲は作ったけど、いい詩じゃない。曲、詩、いい詩だよね。線香花火が欲しいんです。こんな詩をみんなからね、詩を送ってくれっていう時に送って欲しかったんだけど、いつも来なくて、ものすごいドロドロの演歌みたいな歌ばっかりだったんだよ。それには驚いて、なんか日本酒が出てくる歌が多いんだよ。な、あれが参ったな。やっぱ年齢かな。やっぱり線香花火なんてやっぱパックインミュージックでやってることは20代だからリスナーも。だそういう詩が来たんだな、春だったねとか。で、今募集したら、日本酒はいかがっていう、そういう感じの、そういう詩が多かったな。そして、はじめまして、路地裏の少年です。大阪在住22歳の、ね、若者です。僕が大好きだけど大嫌いな吉田拓郎の歌。大好きだけど大嫌いなんて、大好きだったらそれでいいじゃないか。素直じゃないな。シンプルに生きないもと、シンプルに。吉田拓郎の歌は、俺を許してくれです。18時開演というアルバムに収められている2009年ライブなど、アレンジや演奏はすごく素晴らしいと思います。なのに、そんなに謝らなくてもいいじゃないかと、どんどん沈んでいってしまう曲なんです。俺は別に謝ってないよ、歌いながら。俺を許してくれってのは俺が謝ってる曲じゃないんだ。謝るんだったら歌なんかにしないし、歌わないよ、道と前で。僕自身好きと嫌いは表裏一体だと思ってますが、だからよ、この曲を聞いてどんどん沈んでいきます、自分が。俺を信じてくれっていうのは、これ謝ってるっていうか、よし、ね、いろいろなことが人生の中にあったけども、反省の中にあったけども、それらを含めて、よし、ここから一歩でもいいから、ね、前へ行くぞと、ね、ここに留まってないで、次のステップへ進むぞ、いろいろあった。それらを全部心の糧にして、前へ進むんだっていう、こういうさ、もう本当に口から出まかせですよ。だけどそういう歌なんだよ。ね。だから今日かける曲は、俺を許してくれ。空に浮かぶ星に打ち明けよう。この世を去っていく人々の愛情を、ある時は憎しみで意識して遠ざける。狂い始めている歯車に絡みつき、家族を乗り越えたけれど、家族を乗り越えたけれど、心が痛い、心が辛い、心が痛い、心が辛い。昨日吹きすさぶ風に打ち明けよう。俺から消えてゆく情熱の行く先を、裏切りが見えた時、
恋人は泣き叫ぶ初めての嘘の後絶望と結ばれる人生につまずいた夜人生につまずいた夜心が痛い心が辛い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 雨に打ち明けよう真実が時に真面目と寝ることを人間が足に争いが起こる美しい夢は唇で枯れ果てる現実と立ち向かっても現実と立ち向かっても心が痛い心が辛い心が痛い心が辛い吉田拓郎ラジオでないと勝手に選ぶ日本の歌50選勝手に選ぶ日本の歌50選今日は、ミですね、サーカスのミスターサマータイムとかね、坂本九見上げてごらん夜の星を見上げてごらん好きな曲だったな、それから港町ブルース森進一焼津の都市、港の陽子横浜横須賀ね、ダウンタウンブギーバンド、ヒッキー、横浜のヒッキーから、それから山本幸太郎とウィークエンド、三崎巡りね、中ちゃん、それから、見上げてごらんはひろこも来たし、水色の雨、ね、安倍静江、これは、奈良の緑、それから、水色の雨、八神純子、ね、さっきのは水色の手紙だ。安倍静江の水色の手紙、そして、水色の雨が八神純子、玉田直美、名古屋のリクエスト、それから、山形の春地はドリカム、ドリームカムトゥルーのドリカムの未来予想図2、ね、そして最後に、これは、ラジオネームその子、47歳ですよ。47歳のその子は、村田秀夫の皆野衆ね。今日はあと打ち返ったらやっぱ皆野衆を iPod に入れようかと思ったな俺、これちょっと余りそうだな。来週もたくさんのメッセージをお待ちしております。僕たち私たちが嫌いな吉田拓郎の一曲というのを選んで皆さんが嫌いな理由も書いてください。好きな曲もいいです。あなたが覚えているラジオでないとの名シーンというのがありましたら、思い出して送ってください。それから勝手に選ぶ日本の歌50選、これは次回はリとウ両方やります。リとウ、リはね、料理は苦手だよ今夜もチンして食べようねね、ウは、後ろは前より後ろだな何言ってんだろうな。それから神田キオリス行動でのライブについては、
もう少しお待ちください。もう詳しいことが今夜決まるということですので、お待ちください。メールアドレスは ty@1242.com、 はがきの宛先は郵便番号 100-8439、 日本放送吉田拓郎ラジオでないとの係です。吉田拓郎でした。